まして、皆さんこんばんは。爬虫類大好きアイドルハチドルこと高松ゆきのです。最近カマンベールチーズにとってもハマっていて毎日食べています。食欲の秋ですね。ここ押上スカイツリーそばにあるワロップ放送局でお送りしています高松ゆきののラジオ、はじめましてよろしくお願いします。この番組は高松ゆきのが爬虫類の魅力を世間に広め伝え、人類みな爬虫類大好きになってもらえるよう頑張る番組です。いやー、もう気がつけば10月ですよ。あっという間ですね。今年もね、あと3ヶ月。いやー早い。9月のゆきのはですね、お誕生日を迎えましてレベルアップしましたよ。レベル26です。レベル26のゆきなんもよろしくお願いしますよ。そして私が応援隊長を務めている伊豆体感型動物園、伊豆という爬虫類専門の動物園なんですけど、そこではね、屋外飼育のカメさんたちが大雨とか、まあいろいろ雨が降っていたので、その刺激をね受けてあちこちで交尾していました。ワニガメや琉球ヤマガメなど自然の変化を敏感に感じ取って生き抜く力はとってもすごいと思います。私も見習わなきゃな。さて、この番組では皆さんからのメールを募集しています。宛先はメールアットワロップドット co.jp です。はい、今日はね、そんな私のカメ大好きなカメさんのお話ができるんじゃないかっていう、とってもとっても素敵なゲストさんがお越しくださるので、皆さん最後までちゃんと聞いてくださいね。はい、ということで、それでは一旦 CM です。というわけで、はじめまして、ワロップのスタジオアテナから高松ゆきのが生放送じゃないです、収録でお送りしています。すいません。本日はとっても可愛らしい素敵なゲストさんが来ています。演歌歌手の井出光ひとみさんです。どうぞ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやいやいや、もうね、もうね、笑いこらえるので必死でしたね。ちょっとオープニングトーク面白すぎですよ。ちょっとそんな、なんか面白いこと話してました。ね、あちこちで交尾してるとか。いや、そう、もう本当すごいんですよ。え、この時期交尾時期？まあ、やっぱ自然の変化にちゃんと敏感に反応してるんだなっていう、はいはいはい、生き物たちが時期じゃ時期だし、まあ、種類にもよるんですけど、まあ、それをね見習って、そう、私もちゃんと生き抜く力を、うん、まあ、学ぼうと思いましたね。ね、大事なことですから、ね、そうなんです、はい、よろしくお願いします。いや、いろいろ聞きたいことあるんですけど、はい、まあ、演歌歌手の方と私お会いするのも初めてなんですよ。そう、え、会うのが。そうです。え、嘘でしょ。本当にですか。いや、本当です。本当に、はい、多分私の記憶、まあまあ、なんか何回の話になっとるかもしれんけど、そうです、ガツッと会うのも初めて。お話するのも初めてです。すいません、こんなんで、なんか初っ端がこんなんでね、しかも今日衣装が、ごめんなさい、ゆきのさん、私に気を使ってくださって、着物を着てくださったんですよ。そうなんですよね、ま、お写真を拝見してて、はいはい、で、素敵な着物を着てらっしゃるなと思って、はい、で、演歌歌手の方も初めてらしいっていうので、いや、私も着物を着て、はいはい、まあ、ラジオだけど、はい、行こうと思って、まあ、来てきたんですけど、からま、そしたら、はい、まさかの井出光さんは私服っていう。そうなんです。ペラペラの洋服着てきました。すいません、本当にありがとうございます。そもそも、はい、演歌歌手を目指したきっかけとかっていうのは、はい、あ、まあ、きっかけというか、本当に演歌が好きな子供だったんですよ。ちっちゃい頃から。そうです。なんか影響としては、うん、まあ、親は普通に演歌こう聞いてたりとか、例えば石川さゆりさんとか坂本冬美さんとか、はい、美空ひばりさんとかいろいろ聞いてたんですけど、うん、まあ、でもテレビがよく演歌番組が多くて、それを、そうなんですね。そうなんですよ。自分が子供の頃だから、まあ、
まあ、うん十年前そこは深く聞かないようにしておきます、はい、ありがとうございます。ではその演歌番組を見ながら、なんかこうすごい演歌歌手ってかっこいいなって思ってたんですね、はい、まあ、それ小さい時から。そうですね、だからもう小学校の時には演歌歌手になりたいと思ってましたね、はい、すごい早い段階から。え、人前とかで歌ったりとかもしてたんですか？それが結構コミージアンで恥ずかしがり屋で、でも小学校 の、 はい、6年生ぐらいの時にそのなんかこうクラスのレクレーションみたいな、みんなでこう出し物して発表する場で、はい、友達と一緒に、歌を歌おうってことになって、うん、で仲がいい子がいたんですね、はい、で2人でなんか歌おうってなった時に、私はやっぱりこう演歌が歌いたいと。で、彼女は、はい、安室奈美恵さんの歌が全然違うでそれはどうまとまったんですか？それは1曲ずつ歌おうってことになって、2人で一緒に。それがいいですね。そうです、はい、まあ、それぐらいですね、初めて人前で歌ったのは。でもすごい勇気がいって。その時はどなたの曲を？その時はね、坂本冬美さんの祝い酒を歌ったんですね。いや知らない、小学生ですよね。小学生で祝い酒を渋すぎますねそうじゃあ本当小さい頃から好きで。そうですね、演歌が好き で、まあ、でそれで大人になってで、まあ、学校卒業して普通に就職してて。あ、就職されてたんですね。福岡の方で就職してたんですけど、 OL やってたんですよ、はい、そこから演歌歌手。そっから、そうです、作曲家の水森英夫先生の、弟子入りをですね、はい、志願しまして。え、そういうのっていうのはなんかこう条件とかってあるんですか、うん、弟子入りする条件みたいな。あー、いろいろあるとは思うんですけど、まあまあちょっとあまり言えないんですけどそうなんですね。でもやっぱりこの、はい、なんか歌を歌って、はい、こう聴いていただいて。そうです、そうです、そうです。そうですよね。で、その、まあ、まあ3日で返すかもしれないし、1ヶ月でも返すかもしれないしってことで、まあ、とりあえずその私福岡出身なんですけど、はい、福岡から東京に行って、で、まあ、2年間内弟子ということで修行しまして、でそこからデビューという形ですね。その弟子入りして、はい、そこでのレッスンとかっていうのは、はい、やっぱりすごいきついものなんですか？きついですね。一回一回が、はい、先生のお宅の近くにアパートを借りて、そこから通うんですけれども、はい、まあ、それはもう一回一回がこう勝負というか、レッスンつけてもらって、例えば課題曲与えられて、はい、まあ、歌えなかったり、まあ、その日風邪をひいたとか、うん、例えば何かこう粗相したとか、うん、なんかこうもういつ返されるか、もう田舎に帰れと言われるかわからない状況の中、毎日が勝負というかですね。うそんな感じですね。もう常に緊張感が、もうピリピリしてましたね、はい、なんかこうお話できるようなレッスン法みたいなのってあるんですか？なんかそのろうそくを立てて、あるあるある演歌あるあるですね、それよく呼吸みたいな、民謡の方とかがろうそくの前で気を灯さないように、はい、はい、あー、そうですね。まあでもとにかくやっぱでっかい声で喋ったりとか、はい、発声練習を師匠は。発声練習なんで、そうなんですよ、基本にしているので、はい、よく代々木公園に行って、お大きい声出してましたね。それ結構目立ちますよね。目立ちますね。それは、まあ、一人で。一人で、はい。すごい。そうですね。なんかその時とかっていうのは、はい、ライバルの方とかもいたんじゃないですか？まあでもみんなライバルであって、でも本当に一緒の、変な話大げさですけど、一緒の釜の飯を食べるというか、本当にそう苦労を共にするので、同じ弟子の仲間として、はい、なのでやっぱり仲間ですね、ライバル、まあ、自分との戦いですよね。あ、はい、ちょっと今かっこよく言いましたけどかっこよかったですよ、はい、本当そうなの、全然想像つかないですもん。そうですか？いや、もう本当にもうなんて言うんだろう、演歌歌手の方って私生活が本当に見えない
まああのあれですよ、もしかしてあの着物普段から着て家でしめ鯖食べてんじゃないかと。いや本当そのイメージだったんでこっちもって思ってたんですよね。だから雪乃さん今日着物着てきたというね。あれなんか結構エレガントな私服を。あの着物ね、あのそんなに着るの好きじゃないんですよ。本番前のもう本当ギリ歌が始まる直前の15分前に来て、えもうあの出て終わったら着れるものですっとねバーンと脱ぐというね、もうさーってあの結構ワイルドなんですね、はい、であの衣装とかっていうのは自分で、はい、あの決めるんですか、こうなんかイメージでこうご用意していただくとか。そうですね、あの一応新曲の出るにあたって歌のイメージで、まあ基本着物でという、うんうんうん、はい、基本があって、まあ、色とか柄とか派手なのに行こうか地味なのに行こうかっていうのは、はい、その周りのスタッフの方が決めてくれて、まあ、私もそれでこう、うん、ああいいですねとか、あこれはちょっといやいいですねみたいな、そういうやり取りが、はい、そうなんだ。えじゃあその着付けとかも自分で習ったりとかしたんですか。はいはい、あ着付けはね一応習ったんですけど、うん、まあ、そんななんか1回や2回習っても着れないんですよ。あそうですよ、ね、うん、でもそのもう現場でもう仕事のたびにこう、でっけえもう綺麗みたいになりながらなりながら周りの先輩とか、まあ、いろんなあのメイクさんとか、うん、実際に現場で そういう人たちに助けてもらいながらようやく着れるようになったという感じですね。でも写真とか見ててすごい綺麗にやっぱ着こなしてるの。あ、ありがとうございます。今日は着てないんですけどね。申し訳ない。いやいや全然いいですよ、はい、じゃあちっちゃい頃から、はい、ねえ、そうですね、まあ、歌ってた子っていうことなんですけど、あのプロフィールにとっても気になることが書いてあるので、はい、また CM の後、あ、はい、もっとたくさん聞いていきたいと思います。皆さんお楽しみに。というわけで高松ゆきののはじめまして、今日は井出光ひとみさんに来ていただいています。いや、ちっちゃい頃から演歌が大好きだったということなんですけど、はい、友達とかと話とかって合うんですか？友達とちっちゃい頃ああ、まあ合わなかったですね。そういう時は、はい、でもまあ何かしら話す共通点とかはあったんですか？まあ、まあ、一応あの普通に生活の中で、はい、あのまあ例えばあテレビやアニメの話とか、まあ、まあ見たりするんですね。本当にあのなんか全然わからなくて想像がつかないんですよ。いやいや、まあでも演歌歌手ですけど、まあ普通、はい、普通ですよ。アニメも見る見るし、もうご飯も食べるし、あの そこまでは言ってない。そうですね、はい、そうなんですね、はい、じゃあまあまあ楽しく過ごしてた。そうですね、ちっちゃい頃、はい、なんか大変になっちゃったけど、まあ、そんな井出光さんなんですが、はいはい、今月発売の新曲があるんですよね。そんな井出光さんすいません。そうなんです、あの新曲がですね、はい、あのこれ10枚目の作品になるんですけれども、10月の18日水曜日ですね、発売です。はい、タイトルが忘れ雨という曲を発売します。はい、忘れ雨、10月18日発売ですか。はい、そうです。でこの曲はどんな曲なんですか。これはまあ、リズムとしてはあのワルツ、こうゆったりとしたジャッ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 って感じの、まあ、そのリズムに合わせたこうちょっと女性の切ない恋心ですね、叶わない恋をしている、まあ、そういう、まあ、ちょっと演歌な感じですよ。楽しみです、はい、じゃあ皆さんにちょっと、はい、曲をお願いします。わかりました、それでは10月18日に発売となります、井出光ひとみで忘れ雨、聴いてください。
口には出さず少し離れてあなたを見てた。私不幸は慣れてます。落ちる涙よ目尻で止まれ。耳から心に入るなよ。のれん揺らすな忘れ。ああ雨琴の音から始まるんですね。はい、ありがとうございます。この曲は、はい、まあ、どんな方に聴いていただきたいですか？そうですね。まあ、老若にゃんにょ問わず言えたかな？言えてないですね。でも女性の曲、はい、そうですね。ね、まあ、女性目線でこう愛する人のことを思いながらこう涙をこらえてるんだけれども、それがこう頬を伝ってこう流れていくというそういう歌ですね。どうですか26歳ゆきのさん。レベル26のゆきのはいやもう未知の世界ですね。いやいやいや圧巻って感じです。なるほど。日本酒とか飲みながら私ちょっと日本酒はあんま飲めないんですけど、はいはい、なんか飲みたくなりますね。あ、お酒なちなみに何が私ですか？はい、シソ焼酎。またなんか渋いやらなんやらよくわかんないですけど体に良さそう。でもなんか本当しっとり飲みたいよ、はい、ありがとうございます。ですね、はい、いや皆さん今月の10月18日発売の忘れ雨、はい、楽しみにしていてください、はい、ということで、はい、続いてはこのコーナーいきます。雪の大辞典。普段こういうコーナーをやっているんですけど、このコーナーは私の夢の一つに爬虫類の本を出したいということがあります。ほう、百科なんだ辞典百科辞典すいません百科辞典、はい、エッセイなど何でもいいです。もうそこで何でもいいんや何でもいいです。爬虫類に関するものだったら、はい、なるほど。そこで毎回50音をキーワードにトークしていくコーナーでございます。はい、今回は蚊ですね。蚊。ほう、もうあいうえお蚊まで来ましたね。いや、いろいろあるんですけど、はい、まず私から、今回は出光さんにも参加していただきますので、はい、順番に交互に、かから始まるワードをちょっとお話ししていきましょう、はい、じゃあまず私からいきます。かから始まるワード、はい、カジカガエル。ほう、聞いたことありますか？ないかな。カジカガエル、どんなカエルですか？このカエルを、はい、もしかしたら演歌の歌詞とかにも、はい、出てくるかもしれないんですけど、はいはいはい、まあ、江戸時代とかから俳句や短歌にも多く読まれているカエルなんですけど、このカエルなんといってもね、鳴き声がとっても綺麗なんですよ。ほう、国内ではカジカガエルと琉球カジカガエルがいますね。ちょっと鳴き声違うんですけど、見た目はまあ平べったくてそんなに綺麗ではない。体色は黒ずんだ感じだったり、そこから灰色みたいな、はははまあ、この見た目からこの鳴き声っていうようなカエルですね。まあ、鳴ければいいんですけどね、私がちょっと。あ、ちょっとやってもらっていいですか？ちょっと難しい。ちょっとすいません、可愛いから許す。ちょっと、いやいや、ちょっと放送事故みたいになっちゃうのでいやでも美しいこうシュルシュル繊細な鳴き声ってことですね。そうです。牛がみたいにガー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 とかじゃないです。じゃなくて全然ホルフフフフフみたいな。そうです、本当に、はいはいはい、渓流にいるんですよ。あららら、また本当渓流が似合う鳴き声。はぁ、すごい綺麗な。へぇ、場所によっては、まあ、天然記念物とされている。はい、ですよね。まあ清流
綺麗な流れ、はい、川のところにいる鳴き声がとっても綺麗なカエルですね。なるほど。ぜひ一度は聞いていただきたいカエルの鳴き声。ほうほうほう。カジカガエルです。いや、いい話聞きました。はい、はい、ということで、はい、次そうです、ね、お願いします。いでみさん、そのいろいろねあったんですけど、さっきね収録中じゃない時の会話を聞いて、あ、これ聞いてみようと思ったのが、はい、私なの。まずとりあえずカタツムリ。カタツムリ、カタツムリなんですけど、はい、まあカタツムリで一番気になるのが連詞、連詞というものがありまして、はい、オスかなメス、あ、まあ、雌雄同体ですからね、はい、交尾をするときに、あ、はい、恋の矢と書いて連詞、はい、という透明の、まあ、透明とか白っぽい、はい、シュッと剣を出すらしいんですね。はい、聞いたことあります。それを例えばその相手につついて交尾を促すと、はい、おー、それで促して促して、まあ、まあ合体して、はい、その後用が済んだらその連詞がボロンと取れるらしいんですよ。え、あ、じゃあ残される連詞、そう、ね、だから矢が、恋の矢がその辺に落ちてるらしくて、生殖器とかじゃないんですよ。ただのその促すための矢があるんですよ。で、それで雪乃さんナメクジ飼ってらっしゃる。あ、そう、ナメクジ大好きです。ナメクジって連詞あんのかなとか。ナメクジは連詞かわかんないんですけど、はい、左頭の方、ほう、はい、生殖器みたいなのがあって、そこをくっつけんですよね。あ、頭と頭なんですね。そうなんですよ。またちょっとカタツムリとは違うかもしれないんですけど、あ、ちょっとその連詞っていう言葉もいいですね。歌詞になりそうCM の後も続きます。出光ひとみさんで一本道という曲です。はい、こちらの曲はどのような曲なんですか？これはですね、新曲忘れ雨のカップリング曲に入ってるんですけど、カップリング、はい、男歌で、あ、今度はそうなんですよ、我が道を貫くという、はい、じゃあ本当男女問わずそうですね、男女は問いません、はい、そうですね、そうなんです、はい、じゃあさっきとはまた全然違った感じの雰囲気ですね、はい、いやお送りしてきました、はい、高松幸乃の初めまして。もうあっという間にエンディングなんです。もう終わり？そうなんですよ。もう終わりですか？早くないですか？あっという間ですよ。本当に、本当に、端折ってないですか？大丈夫？30分ちゃんと使ってますこれ。はい、一応話はさせていただいておりますあ、そうか、はい、カタツムリのね、お話もいろいろ聞けたので、あ、もうカジカガエルも聞いてみたいと思いますいや、ね、はい、なかなかこんなにお話する機会もなかったので、演歌歌手の方とは、はい、またぜひぜひ来ていただきたいです。はい、ということで、はい、何か出光さんお知らせなどありますか？そうですね、先ほどもかけていただきました新曲忘れ雨が10月18日に発売となりまして、それと同時発売で、初めて全曲集アルバムを出させていただきます。そちらの方もぜひよろしくお願いしますということで、10月のですね20日金曜日から都内でキャンペーンもずらずらずらっとやらせていただきます。例えば錦糸町、亀戸、赤羽、浅草、まあ、その他いろいろですね、小屋も行きます。またなんかいい場所ですね、はい、そうですね、はい、ぜひ、まあ、そして、11月の5日日曜日です。なんと今お世話になっているこのスタジオ、はい、ワロップ放送局で、私ライブ、単独ライブをさせていただきます。あ、拍手ありがとうございます。はい、出光ひとみカメツムリライブ5ということで、はい、いっぱい歌わせていただきますんで、ぜひ来ていただければなと思います。はい、じゃあぜひ皆さん来てみてください、はい、ということで次回も出演していただきます、はい、お願いします。